こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年データリンクというシステムは各国導入されている。これは日本でも同じことだ。それにデータリンクがもたらす効果として、作戦の指示や把握、偵察などのすべてのデータを共有することが可能になる。F-35B ステルス戦闘機が護衛艦出雲から索敵。偵察任務を完了後、防衛省や陸海空自衛隊でデータリンク。共有することで、次の作戦までのロスをなくすことが可能となる。何も、これは、地上や空、海上だけでなく、海底、すなわち、潜水艦にも、同じように、データリンクが可能となる。だが、すべての潜水艦で、データリンクが可能にはならない。最新鋭の潜水艦だけに設置されている機能となる。F-35 戦闘機は、味方機がミサイルを発射することができる。データリンクがもたらすが、ゆえの効果だろう。潜水艦も、これが可能となるのかは、まだわからないが。近い将来潜水艦も、海底で、味方の潜水艦や次世代潜水艦などから、データリンクによる、作戦もまた可能となる。引き渡された鴎竜潜水艦だが、進水式を少し紹介していこう。2018年10月に進水していた蒼竜型潜水艦11番艦鴎竜が、それから1年半を経た2020年3月。ついに海上自衛隊へと引き渡されたことが報じられた。この間に、同型艦である12番艦の東竜もすでに進水しているが、鴎竜の名を見聞きする機会が多いように感じるのは、やはり同艦に与えられた世界初の冠が大きいからだろう。これは、鴎竜が通常動力型の潜水艦として、世界で初めて実用化されたリチウムイオンバッテリーを蓄電池として、搭載したことのインパクトが、いかに革新的であったかの証でもある。ご存知のように、現在の潜水艦の推進機関は、原子力推進型と通常動力型の2種類に大別できるが、アメリカなどでは、前者である原子力推進型に特化しており、通常動力型は、もう建造していない。そうしたアメリカとは、真逆に、原子力の軍事利用に慎重な日本においては、通常動力型機関の性能をいかに高めるかに注力し、これまでも、スターリング機関と鉛製の蓄電池、ディーゼル機関の併用を行ってきた。このハイブリッドな機関の形式は、そう、竜型潜水艦の1番艦から、10番艦までの10隻に採用され、それまでは、その方式も通常動力型潜水艦としては高水準な、連続航行距離、時間を持つ艦として認知されてきた。これを、鴎竜からは、その水中航行時の貴重な動力源とされた。スターリング機関を廃止しながらも、バッテリーを
鉛製からリチウムイオン製に置き換えたことでそれを上回る能力を実現した点がポイントだ。今や各種の情報端末から電気自動車に至るまで、このリチウムイオンバッテリーは用途の幅を比較的に小型な状態から徐々に大型なものに拡大され使用されているが、軍事用に使用するとなると同様には論じられない。なぜならリチウムイオンバッテリーは鉛製のバッテリーと比較して同容量でも単純計算で倍の蓄電量と言われているが、衝撃による発火の危険性が大きく、安全性の確保に高いハードルが横たわっていたからだ。スマートフォンやノートパソコン、果ては自動車など様々な機器で発火事故が起きている。リチウムイオンバッテリーを、さらに水中で行動する潜水艦という密閉空間で敵からの攻撃も考え、安全確保するには多大な労力を必要としただろう。オウリュウのリチウムイオンバッテリーは日本の GS 湯浅社製のものだが、船体の建造を行った三菱重工業をはじめ、各種の機器を組み込むにあたり、非常用の消火設備など複数の安全策が講じられた末の成果といえよう。お隣の韓国が原子力推進の潜水艦を模索しているという眉唾な情報も囁かれているが、現状採用しているのはドイツが輸出用に提供している燃料電池使用型の通常動力型潜水艦である。ドイツも日本と同じく原子力推進型の潜水艦を採用しておらず、また地理的にも比較的近海の沿岸部を中心とした潜水艦の運用範囲で事足りることから、オウリュウより小型の通常動力型を建造している。ここで採用されている燃料電池型もさらなる性能向上の可能性もあり、民生用では例えば自動車などは将来的には燃料電池が主流になるとの予測もあり、今後はリチウムイオンバッテリーの強力な競合相手となるのかもしれない。搭載する機関において潜水艦が原子力推進型と通常動力型に分けられることは前述の通りだが、潜水艦の用途によって戦略型と攻撃型に区分してみることも一般的な分類となっている。戦略型とは長射程の潜水艦用大陸間弾道弾を実装した大型の潜水艦であり、主として船体上部に設けられた垂直発射艦からこれを運用し、敵の陸上の目標を破壊することを目的とした潜水艦だ。この大陸間弾道弾の弾頭には核も装備されることが大半であり、現実的には実戦での使用には疑問符もつく存在ではあるものの、核保有国の軍事プレゼンスの誇示という観点から運用されている。もちろん
日本は核兵器の保有を禁じていること、究極の攻撃兵器であることなどから、戦略型の潜水艦は海上自衛隊には存在しておらず、先のドイツも同様の状態といえる。もう一つの攻撃型が、日本やドイツが保有している主に艦艇を攻撃するための潜水艦であり、戦略型と比較すれば、比較的小型な艦艇といえる排水量の潜水艦である。これら攻撃型潜水艦の兵装は、主に艦首の発射管を使用する魚雷や巡航ミサイルとなっており、敵の艦艇から制海権を握られないように牽制する役割を担う存在だと言えるだろう。ついに国産の航空母艦である三度を配備した中国海軍に対し、その進出を抑える海上自衛隊の切り札的な兵器が潜水艦だと言えるわけだが、攻撃型潜水艦という言葉が批判にさらされないかと危惧してしまう。護衛艦いずも、加賀が航空母艦化改修にこぎつけるまでには、航空母艦は攻撃型兵器だから保有すべきではないというような言説がまことしやかにささやかれていたからだ。